大谷翔平が所属するエンゼルスのオーナーであるアート・モレノ氏は23日、日本時間に14日、球団売却を検討するとの意向を表明した。米メディアは、このモレノオーナーの決断が大谷の去就に大きな影響を及ぼすとの見解を示した。地元紙オレンジカウンティ・レジスターのジェフ・フレッチャー記者が報じた。同氏は、大谷の去就への影響について、この売却は、 2022年の年俸調停で最低でも2,500万ドル約34億2,000万円となると見られる大谷についてエンゼルスが何をできるかという疑念も投げかけているとした上でこう見解を述べた。売却までどれくらいの時間がかかるかは不明だが球団の価値はエンゼルスが大谷を保有し長期契約を結ぶか結べないかで変わってくるかもしれない。 大谷が長期契約に臨む前に球団の将来の方向性を知りたいのは明らかだが新オーナーが判明する前に将来ビジョンを判断することは難しいだろうつまり大谷がコンオフに長期契約を結びチーム残留が決まれば球団は高く売れるが大谷はポストシーズン進出の可能性のあるチームでのプレーを望んでおりその可能性を大谷に伝えることは難しいのではないかとの予測だ 2003年にディズニーから18億4,000万ドルで購入した球団の資産は老舗経済誌「フォーブス」によると推定20億ドル約2,736億円の価値があるというモレノオーナーは家族が今回の売却のためにファイナンシャルアドバイザーとしてガラティオとスポーツパートナーに協力を仰いでいると発表した広告業界で活躍したモレノ氏は2003年にディズニーから球団を1億8,000万ドル 約245億円で買収し米国の主要スポーツで白人以外である最初のメキシコ系アメリカ人チームオーナーとなったモレノ氏はすぐにエクスポズのスラッガーウラジミール・ゲレーロと契約するなどしたがエンゼルスは買収前の2002年にワールドチャンピオンになって以来世界一から遠ざかり2014年を最後にプレーオフにも進出しておらずこの7年は続けて負け越し 今季もプレーオフ進出争いから大きく後退した売却検討の背景にあるのはチームの低迷に加えてモレのオーナーが計画していたエンゼル・スタジアム周辺に商業施設やホテルなどを建てる大規模な開発プランがアナハイムのハリー・指導市長が汚職疑惑により辞任したことで白紙に戻ったことにあるとも言われているエンゼルス売却検討の衝撃は大谷の去就にも大きな影響を与えることとなる ESPN のジェフ・パッサン記者は 売却による影響は途方もないものになるとツイート3つの影響の可能性をリストアップしその1番目に大谷翔平のトレードすなわち記録的な契約延長への扉が開くとしコンオフに大谷のトレード放出の可能性が強まったことを指摘した8月2日までのトレード市場において大谷獲得を求めるオファーがヤンキースマリナーズパドレスメッツレンジャーズドジャース カージナルスなど複数球団から殺到したフロント内には若手有力株4人なら耳を傾けたいとの意見もあったが最終的にモレノオーナーの大谷は出さないとの決断でトレードが封印された昨年2月に2年契約を結んだ大谷の今期年俸は500万ドル約6億8,000万円だがコンオフに契約更改があり最低でも1年3,500万ドル 約47億6千万円が必要になるとされている来年のオフに FA となるためチームは契約延長かトレードかの選択を迫られることになるがパッサン氏は売却検討されたことでコンオフに大谷がトレードされそのトレード先で記録的な額での契約延長契約が結ばれる可能性が高くなったと推測した記事によると売却は年末までに完了が可能とするがその業務取引には 数年かかるると見られているまた現在ワシントン・ナショナルズも売却先を探しており大リーグ機構は順番に売却手順を進めたい意向があるというこの日モレノオーナーは声明を発表したオーナーとしてエンゼルスの20年は大きな名誉であり誇りでした組織としてファンの皆さんに家族向きのお手軽な球場体験を提供すると同時に 偉大な選手を含む競争力のあるオーダーを模索してきました大変に心苦しい決断ではありますが私と家族は今その決断に至りましたこのプロセスを通じて最後までファンと従業員選手ビジネスパートナーを第一義として参りますとした同オーナーは20年2月を最後にメディアに対応しておらずここ2年はそれまで恒例だったキャンプ初日の会見もなかったまた CBS スポーツは モレノが球団売却を検討これはエンゼルスと大谷翔平にとって何を意味するのかというタイトルの記事を発信しているその中で「大谷の未来はより分からなくなった」と記したチームの売却で何もかもが分からなくなった新オーナーはメッツのスティーブ・公園オーナーのように「大米をはたいて勝ちに行くか」それともチーム解体による再建を選ぶか「エンゼルスには再建が必要だ」という議論は出ている 大谷は来シーズン後に FA となる彼は最優先事項が勝つことだと言及しているがエンゼルスは勝てていない新オーナーは大谷に長期契約を結ぶように説得できるだろうかまた痛みは伴うが新オーナーが大谷のトレードが最適な道だと理解することもあるだろうと球団売却による大谷の去就の2つの可能性を指摘しているその上でトレードを敢行する場合のパターンをこう予測した 大谷のトレードはエンゼルスのファンに嫌がられていることに注意すべきでその場合新オーナーはモレノ氏の政権下でトレードを実現してもらいその後に好人物としてチームに受け入れてもらえることを望むかもしれないただ新オーナーというのは総じて就任当初に大きなことをやりたがるものだこの記事を執筆したマイク・アクシサ記者はそう記しエンゼルスの今後がより不透明になったことを強調しているそして その方向性は大谷の去就に直結しかねない勝利を目指す大谷を新オーナーが説得し長期契約を結ぶかあるいは辛いことではあっても大谷のトレードが最善の方法だと判断するか新オーナーの考え次第で同じく球団が売りに出されているナショナルズがファンを落胆させてもファン外をトレードしたようにエンゼルスが大谷の放出を検討することも十分に考えられるエンゼルスを激震が襲い 今後の展開に注目が集まる来期限りでフリーエージェントとなる大谷にとっては売却の行く末が気になるところだ突然の報を受け選手たちにも驚きが広がった日本時間の未明に飛び込んできたニュース敵地でのレーズ戦を控えた選手たちの耳にもすぐに入った主砲のマイク・トラウト外野手は試合前に取材に応じまだ頭を整理しようとしているところだ私はキャリアを通してずっとここにいた 素晴らししい時間を過ごしてきたアートモレのオーナーは私や家族を気にかけてくれた私にしてくれたことに感謝していると胸中を語った球団に対しても思いを問われるとまだ頭の整理を始めたところと繰り返しながらも誰が購入することになっても次のオーナーが決まったらもちろん会話をすることになるモレのオーナーに対し彼がここでしてくれた全てのことに感謝している。 私や家族の世話をしてくれたこと、私を信頼してくれたこと、長期契約を結んだとき、私のことを信じてくれたと改めて感謝の思いを述べた。21日、同22日のデトロイト戦登板後、胃の炎症を訴え、前日22日、同23日のレイズ戦はベンチスタートで代打出場した大谷は、この日、3番 DH で先発に復帰。試合前は、 壁当てを行った後、キャッチボールを行いスタンドに姿を見せていた代理人のネズ・バレロ氏と水原通訳を交えて約10分間にわたって話し込む姿も見られたバレロ氏は売却のニュースを聞いて飛んできたわけではなく昨日から来ていました通常の視察です今後いろいろな変化は起きると思うが選手のやることは特に変わりないと話す残り40試合 歴史にするチームで大谷はシーズン最後まで戦い続けるエンゼルスの大谷翔平投手は23日日本時間に14日敵地でのレイズ戦に3番 DH で出場する2試合ぶりのスタメン復帰となった21日同22日の敵地でのタイガース戦で二刀流出場し8敗目を喫していた大谷翌日のレイズ戦は8日 同9日のアススレチックス戦以来となる今季7度目のベンチスタートとなり1対2で迎えた6回ツーアウト1・2塁で代打で登場レイズの2番手ビークスに空振り三振に倒れ打率は2割6分4輪となっていたこの日の試合はモレノ・ウォーナーが球団を売却することに動いていることが明らかになってから迎える最初の試合となるお Got it! Thirty-three!